山本周五郎西本寺しびす助鳥取藩池田光政の家臣三振伊十郎という侍がある日仙台川へ釣りに出た帰り西本寺村というのを通りかかるととある農家の生垣の中からふいに「えいっ!」という鋭い掛け声が聞こえてきた。 はてなこんな偏僻な百姓屋のうちで剣術の気合が聞こえるとは不思議なことがあるものだ小首をかしげながら近寄ってのぞくと生垣の中に野良木姿の若者が一人白人を振りかぶって立っている何を切ろうとするのか眼前三尺ばかりの地上をはたとにらんでしばらく呼吸を図っていたが とっさにかっわめくとともに切り下ろしたできると思わずうめえた伊集郎しばらく若者の様子を見合っていたがやがて足早に生け垣を回ってつかつかとその場へ入っていった失礼ながら行為を得ます声をかけられて振り返った若者はっ なんだかね拙者は当藩サブリー伊ロ郎と申します。ただいま通りがかりにて、旅いながら、柿の外よりお手だれ拝見、近来になき勉強をつかまつりました。いささかご挨拶を申し上げたく、かようにお邪魔をいたしてござります。はあ手持ち無沙汰な返事だ。はばかりながら、 吸え物は何でござりますか。へえ。いや吸え物でござる。何を吸え物におきりなされますか。吸え物という意味が分かったか。若者はつと身をかがめると、地面に突き立ててあった一本の縫い針をつまみ取って、イジュロウの鼻の先へぬっと差し出した。これを切るでガス。 針イジュロ目を見張った。針を切りなさるか。三年兵やっとるがとんと歯切れましね目処をを潰すが関の山でなかなか真っ二つにはなんねえまあ死ぬまでにゃ一本も割れべえかと思ってね剣術は難しいだね 平然と額の汗を押しのむっている。針の据え物切り、伊十郎は呆れて声を飲むばかりだった。それも何か第二でも横たえて切るなら知らず、柔らかい土に突き立てて上から真っ二つにしようというのだ。振り下ろす刃が強気にすぐれば、針はつぶりと土の中へ差し埋まってしまうし。 当たること弱ければ倒れるに違いない緩急豪重の芯を得ても縫い針がスバッと両断できるであろうか伊十郎形を改めて気合と申し立ち筋と申し全く非凡のお腕前いずれは隠れてご修行のなある武芸者と拝察つかまつるがお差し支えなくば ご尊名をお聞かせくださいませぬか陰銀に聞くと若者はにやりと笑って「中ね、名はしびすけといいやす」「しびすけただしびすけでござるか、はああ西本寺村のしびすけでございやすよ」そう答えるとしびすけは白人を担いで「へえごめん」 と言い捨てざ、ま、さっさと母屋の方へ立ち去ってしまった不思議だ不思議な若者だ後ろ姿を見送った伊集郎体構え気合いいずれも法外れの我流ではあるがさっきの鋭さ打ち込みの速さは無類の神業だはて何者であろう 首を傾ける伊十郎の耳へ母屋の方から「シビよやあ真草を干さねえかやあ」という受け答えの声が聞こえてきた「真草を干したら西の畑へ行こうよやあ」親父拓平と兄の六助が畑へ出て行くと しすけは納屋の前に積み上げてあるまぐさをせっせと日なたへ取り広げ始めたすると間もなく後ろで「しびさ」と呼ぶ声がする振り返ってみるといつかそこへ古市村のお民が来ていた「お民さかいつ来ただ今の先何か用があって来ただか うん、医師に話すことがあったでなお民の声は暗かった「おらに話また剣術をよせ」っていうつもりかそんなら言っても無駄だぞそんじゃねえほかのことだお民は強くかぶりを振ったお民は古市村の百姓 長左衛門の一人娘で今年二十一、美人というほどでもないがむっちりとした体つき鹿のような優しい瞳しっとり湿った唇漆のように黒く艶やかな髪がこんな堅い中には珍しく今ようであったしびすけとは4年前からの言い名付けで もうとっくにしびすけが婿入りを済ませていなければならぬところだが、例の剣術狂いで、この針を一本打ち割るまでは決して祝言をせぬ、むろん他の女にも触れぬと言い出して、なんと勇めても聞かない。ついには長左門は腹を立てて、そんなら婿宗との約束も切ってくれ、と言い出した。ところでそうなると、 今度はお民が承知しなかった。一度婿と決めたからは、しびさはわしが一生の夫、死ぬまで祝言の日を待っています。これまた何と言っても聞かなかった。すっかりもて余ました長左衛門と卓兵、どうともなれと投げ出したが、それからやがて3年近い間、お民は、 ひたすらしびすけの本望の達せられる日を待ち暮らしてきたのである他に話ってなんだかこんなことをわしが口から言うのは本当につらくて何年だがなお民は思い切った調子だったしびさ肩ばかりでいいだが わしと祝言,ええ言するってしびすけはさも意外なと言いたげに目を見張るお民はせき込んで「それには訳があるだよしびさ」「実は母様の病が思わしくなくってな昨日も医者様が来てこの冬は越されめえと言わっしゃるだ」 そうか、りゃは知らなんだそれでさ様もなお民の目にふっと涙が光った自分がそれを感づいたかして他になんの望みはねえがただお民の祝言だけ見て死にてえと口癖のように言うださしびさ 危うくこぼれ落ちそうになる涙をそっと指頭で押さえながらお民は救いを求めるようにしびすけを見上げるのだった医師が自分からわしがええ来るというまで石にかじりついても辛抱して待っていべわしはそう心に決めていただけれど母様が頼むように言わっしゃるのを聞いていると 我慢も意地もなくなっただ、しびさ。ほんの肩ばかりでいいだよ。母様への高校じまいに、わしと祝言をしてもらえめえか。しびすけは唇をかみしめながら、黙って聞いていたが、やがてきっぱりと答えた。できねえ。らにゃできねえ。ええ お民はギクッとして顔を上げた「おらこの針を真っ二つに切り割るまでは決して女には近寄らねえと願掛けをしただ」「肩ばかりでも祝言は祝言おらがんを破ることはできねえ」「一度こうと思ったらやり遂げるまでは鬼になったつもりのおらだ」「堪忍してくれろ」 お民,さお民は涙に潤む瞳でじっとしびすけを見上げていたが何か心に決したと見えにっこりほほ笑んでうなずいた「分かっただわしが悪かっただしびさわしはやっぱり待っているだ今の話を聞かせたら母様にもよくわかるべえ」。 わしこそかにしてなそう言うと思いきりよくきびすを返してさっさと帰っていってしまったしびすけはその後ろ姿を見送りながら「きっときっと切り割ってみせるぞ」と心の内に叫ぶのだった「城下南寺町サブリ伊十郎から」と言って 一人の若侍がしびすけのもとへ使者に来たのはそれから二三日後のことであった到来の酒を一産献じたいからご都合よろしくば使者とご堂々にてご来が下されたいという口上であるサブリ伊十郎という生命に覚えがあるから支度を改めてしびすけは城下へ出向いていったさて この辺で、しびすけの、はりわり、ほつがについて、簡単にその由来を記しておくとしましょう。時は、ちょうど、大阪の駅が終わって、15年ばかり。世は、太平の書に着いたが、人気はいまだすこぶる殺伐。百姓、あきんどの末に至るまで、何かといえば、腕力沙汰。従って、体の達者なものは、老若を問わず、 激犬の一手ぐらいは心得ておこうという時勢であったしびすけもその伝である三年前の秋の取り入れ前に友達に誘われて剣術を習いに出かけたのが城下外れの裏棚に住む吉原不当祭という老健客の道場であったこの吉原先生不当祭などと四勝目らしく名乗っているが この老人が大した食わせの。憲法指南どころか、実は勃権の持ち方も知らぬという始末だ。それがなぜこんなことをしているかというと、老人、かつて大阪の陣に人足となって出たことがある。玉作りの方で土運びなどをしているうち、馬鹿の一つ覚えに見たり聞いたりしたのを種に、 腐れかけた裏棚に手を入れて道場らしきものをこしらえ、流行りものの剣道教授をやってのけたのであるそういうわけだから不登載先生は決して自分は道場へ降りない入門者があるとまず人間の体には急所というものが無とところあるそこを狙って打ち込むのがおよそ剣道の極意である というようよな句伝をする。あとはただもう門弟同士勝手放題に殴り合いをやらせて口から出任せの公表をするばかりだったしびすけはこの道場へ5日通った5日目のことどういう風の吹き回しか不登載先生が今日はわしが憲法の童話を一つ二つ聞かせよう と言い出した。門弟どもが集まるとやおら高いところに登ってあることないことしゃべった末にこんな話を始めた「昔去るところに救術者がいたどうかして極意を得たいものといろいろ考えた末18軒離れた針へ1本の縫い針を垂らしこれを狙って矢を射ることを3年見つき」。 ついには百発百中するに至って、日の本の弓取りとなった。さて剣術とても同じこと、一心凝って修行をすれば。話がそこまで来たとき、しびすけはぬっと立ち上がって、振り向きもせずうちへ帰ってきた。そんなら、オラも縫い針を切り割って、剣術の極意をえとくしてみせよう。 そう決心して、今日まで三年余り、一日も欠かさぬ、はりわり修行であった。話は、元へ帰ります。死者に連れられて、城下へやってきたしびすけ。やがて、サブリ伊十郎の玄関から、丁重に座敷へと称ぜられた。ようこそ、ご入来。遠慮はご無用でござる。どうぞ、こちらへ。 へえ、もうこれで十分でござります。あまり扱いが陰銀なので、しびすけますますわけがわからない。もじもじしていると、立派な器で茶と菓子が出た。遠慮しては悪かろうと、おっかなびっくり、菓子をつまみ、茶をすすっている。ほどなく、さてしびすけどの、 二十郎が膝をすめた。一三剣ずる前に、地と所望がござる。押しつけがましい義で、甚ははだ申し訳ないが、高額のため、拙者門人らにってご教授くださるまいか。この儀、立ってお願いにござる。はさてこそ難題と、しびすけは歌詞を放り出した。 郎はそしらぬ顔でつと立ち上がりざま「ああ早速のご承知かたけのを存じます」「道場にはすでに支度ができているとのことゆえどうぞこちらへおいでください」「それでもオラそのまずまず」「慌てて逃げようとする手をつかんで無理やり三歩しびすけを道場へ引きずっていった」 しびすけを隠れたる名剣士と思い込んでいるからどうかして真の腕前を見ようと測ってしたことである瀬川氏お相手を道場の真ん中へ連れ出してしびすけの右手に勃剣を握らせると伊十郎は控えている門人の一人に素早く目配せをしたはっ声に応じて立った一人 身軽な支度に勃金をひっさげてつつと進み出たそそそりゃダメでがすほーらへえごめんいやしびすけの悲鳴にはかまわず瀬川義長という門人中断に取ると同時に元気いっぱいの気合だだ、ダメでがすダメで 震えながらぼっけんを持ち直したしびすけ、しんばり棒のように前へ突っ張って立ったが、いやっ相手が放った二度目の気合、ピンと五体に響いたとたん、前へ突っ張っていたぼっけんが、ひょいと冗談に上がった。同時に下腹へ不思議な力がこもってくるのをしびすけは感じた。相手の瀬川は、伊住楼から、 くれぐれも名を悲した見客だから、どんな方外れでも油断なく、と言われていたのだが、立ち会ってみると、方外れも何もまるでデクだ。師匠も悪いいたずらをする。よし、それなら一撃のもとに乗してくれようと、呼吸をはかってつつと寄りざま。いやっ一気に貸して、冗談から打ち込もうと動きを起こす刹那。 感一発を入れぬ新速だ。しびすけの状態が踊ったと見ると、カッ鋭い叫び。同時に、瀬川義長の体は、勃んもろとも、二三弦、ダダダッと跳ね飛ばされたまま、うんとも言わず、身動きもしない。駆け寄った一人が急いで改めると、左の肩甲骨を砕かれて気絶している。 驚いて書くと告げるとさすがの伊十郎顔色を変えてう,ーんうなるばかりだったしかし誰が驚くよりも一番びっくりしたのはしびすけ自身である次国分寺お相手を<っ>と言われて定席の一人が眼前へ進み出てくるまで しびすけは事の意外にあきれかえって何が何やら自分でも分からずしばらくはぼんやりと立ち尽くすばかりだった未熟者でござるお手柔らかにへえいざさっと墓箋を引いて二三歩下がる国部利兵しびすけもやおら墓箋を取り直した いやえいっ誘いの気合をかけながら国部は右足を引き気味に出た変化の木をつかんで一刀に突きを取ろうという構えだしびすけは前と同じく上段にとって動かない「えいっおっ」しきりに探りを入れるがこれには眉一つ動かさない。 藁人形でも作りつけたように黙りきった八方外れの構えだ。じれ気味の国府利兵、どこに隙を見つけたか、とっさに上段へ振りかぶると、お<っ>うめえて打ち下す。その動きの始まる刹那、それは実に一瞬の差だけ早く、カッとしびすけの口をつく叫び。空を切る木犬に、 バキンと利兵の墓箋がへし折れて飛ぶ同時に利兵の体はヘタヘタとその場へ崩れ落ちた「はっ!」と言って23人が走り寄ってみると真っ向を打たれて気絶墓箋を打ち寄った余生だったから幸い死ぬには至らなかったがおびただしい鼻血だ「息はあるかね しは平気な顔をしているこれを見て伊十郎をさっと顔色を変え「拙者お相手をつかまつろう」と立ち上がった時つかつかと道場へ入ってきて「三振氏お待ちなさい」と止めたものがある伊十郎を振り返ると「あこれは戸田氏」「お稽古中にて失礼ながら」 と同伴の死、戸田一郎太というのが中へ割り込んだ。休養ができたゆえお邪魔をいたす。サブリウジはどうぞお今へ。しかし試合を。伊十郎がためらうのいや、試合は拙者がお預かり申す。まずとにかくお今へ。立って伊十郎を去らせてから。 は隠吟に頭を下げ「しびすけ殿とやらお見事なるお手のうちとくと拝見つかまつった。いずれ漁を三日うちに改めてご挨拶申しあぐるでござろうから今日はこれにてお引き取りくださるよ。へえもういいだかねしびすけは拍子抜けの形。不将不将に んをそれへ投げ出して酒を鎮装してくらっしちゃるちゅう約束で来ただがそりゃどうなるだか急によぎなき用事が出退いたしたゆえいずれまた後日ともかく今日はこのままにて押し出すようにしてしびすけを返した一方今へ引き取っていた伊十郎は たの入ってくるのを待ちかねて膝を進めた。とだしあの若者をご覧なさったか。見ました。拙者には画展が参らぬ。見たところはまるでデクのごとく、勃剣を持つ方さえろくにえとくしておらぬのに、さっきの鋭さ、打ち込みの速さ、勝負はといえばただ一等。しかも。 急所にぴたりと入る金剛力不思議でござるただ不思議と申すほかはござらぬキャツいずれから来ました実は拙者がと伊十郎は釣り帰りに出会ったおりのことをつぶさに語った黙って聞いていた一郎たやがてうめくようにともかくもこれは 一応城中へ申し上げる方がよろしかろうさもないとキャッツ必ず自ら名乗り出るに相違ござらぬ拙者もそう存じます伊十郎の声は暗かったその頃ろしびすは踊り上がりたいような気持ちで城下町を歩いていた「ほらは勝ったしびすけは侍に勝った!」 そう思うと大声にわめき出したかった自分がそんなに強かろうとは今日の今まで夢にも知らなかった自分は西本寺の百姓のせがれで一生涯ミミズのように泥まみれになって働く他には脳も取り柄もない人間だと諦めていたそれがどうだ自分は一刀のもとに侍を二人まで倒すことができたではないか は強かったのだしびすけは強かったのだ!」。キンキンと大手を振って西本寺の家へ帰った。それから10日ばかりの後、サブリ伊十郎、戸田一郎太の推挙によってしびすけは城中へ召されることになった。もちろん破格のことで正式のお目通りではない。 当日、大馬場で強者が催される。その後で、しびすけの技をご覧に入れようというのである。当日になると、サブリ・トダ・両名に伴われてお城へ上がる。強者は四つに始まって九つ前に終わる。それから簡単に茶化があって間もなく、しびすけの憲法をご覧ということになった。 のの一宮に設けられた略式の座所もうすっかり支度ができていて光政が将棋に就くとすぐに審判岡田慎五兵衛が進み出たさあれ伊十郎に促されてびす助は恐る恐るそれへ出て行った第一番の相手は旗本組番頭 池田下草の三男で戸田流の俊足平馬という若者挨拶が済むと二三歩下がって得意の上段しびすけは例によって手前勝手の中段に構えたがへそのを切って以来初めての晴れの場所でさっきから動物類が出て止まらない相対すること30拍子余り「えい ヘマの第一声だ。シビスケは答ええぬ。えいおっ第二世平馬はじりっとわずかに右へ回るしびすけはまだ動物類がやまないじっと相手の呼吸をうかがっていた池田平馬突然右足を寄せておわめいて打ち込もうとする その出花へしびすけの腕が踊って真速に直線を描く墓箋酒もかわしもできぬ月だ見ていた一同があっと声を上げた時平馬は墓箋を落としてそれへひざをついてしまったしびすけの勝ちをせんして平馬の方へ近寄った神五兵慌てて控えの若侍に「早く医者へ と囁いた続いて出た小林弥頭太という若者これは左の肩を打ち砕かれて気絶3番目は馬回り中五将の桑島八十八という家中切って荒技と名を取った男だ八十八なら無座と負けは取るまいと見ている者も膝を乗り出した。 桑島は西岸下段、すけは法も型もない冗談、大きく振りかぶった。人を食った構えのつらにくいこと、と八十八は静かにこれを見るより、こいつ、ひた押しに限る。思うと同時に、陰の気合、つと腰を落とすや、閃光のごとく、二尺八寸の木剣が伸びを打って、 しびすけの日をつくやったと見る刹那猛虎のように吠えたしびすけのけんが一瞬の差で早く八十八の真っ向になった遅れて桑島のけんもしびすけのひばらへ入ったがこれは朝柄で払ったほどの力さえなかった倒れたまま身動きもせぬ八十八神五兵衛が改めて見ると 頭蓋骨を砕かれて即死してしいる「さても恐るべきやつ!」と舌を巻く神五兵衛。しびすけはケロリとして「次はどなた?」と呼吸も変わらぬありさま。これを見て4番に控えていた平林宗介というのが血相すさまじく座を立つ。途端に三つ政が 手を挙げて、「待て試合それまでと静止しながら将棋を立ったはっと一同が平伏する水政はつかつかとしびすけの近くへ歩み寄って「しびすけとやら見事な手のうち、褒め取らすぞ」声をかけられてしびすけぴったり額を土につけたままだ 三政は続けて聞けばその方を農家の次男とか申すことだが武家修行は武家を望んでのことであるかははい農は国の元といって大切ななりわいだこれを嫌って侍を志望いたすなどとは癖事であるが立って望みとあらば 三つ取り立てて使わす。どうじゃあはっさようでござります。三ツ正微笑しながら。よししかと聞き届けたぞ。しかしその方には今後勃ん真剣にかかわらず他人との試合を固く禁ずる。世の許しの出るまではこのぎ 固く相守るように。きっと言い放つと、そのまま三政は自信を従えて立ち去った。面目を施したしびすけ、引き出物をいただいて下がってきたが、はりわり本願が妙なことから出世の糸口になって、我ながら夢に夢見る心地である。親父の卓兵も足が地につかぬ喜びよう。 親類縁者から知り合いという知り合いを招いて2日2晩の大盤振る舞いをやったさて2晩目の酒も荒れ果てて4つ続く酔いが頭へ来たので少し風に当たろうとしびすけは座を外して庭へ出たすると物陰の暗いところから誰か出てきた「誰だ?」 声をかけると「わしだよしびさ」低く言って近寄ってきた「いやお民さでねえかどうして師こんなところにいただ」「師がお城へ上がってお侍になるだと聞いたからびっくりして飛んできただ」「本当だか?本当だ」だ おらもうじき侍になるだお民は闇の中で大きく息をついていったそれはわしが不祥事だぞしびさ不祥事だってしびさとわしとは嫁婿の約束が決まっているはずだだからしびさの一生の大事の場合には わしがもう言うだけのことを言わずにはいられねえだお民は熱のある調子で続けた「しびさ医師はお侍衆と剣術の試合をして勝ったというがそりゃ何かの間違いだと思わしゃらねえかしびさはたかだか二年三年それも針を割るだとて 一人仕込みの剣術だ。お侍衆はそれこそ立ち歩きのできるころから体じゅう傷だらけにして修行さっしゃるだどう考えても医師の勝てるはずはねえだぞはずはねえかもしれぬが現におら五人まで勝ち抜いているだぞそれは魔が差したとでも言うだべ。 ししびすけぎくっとた勝つはずのねえしびさが勝った勝ったのは本当かもしれぬけれどそれには何か訳があるに違えねえだなあしびさよ侍になる何度という無法なことをやめてとか約束どおりおらがえへ向こうに来てくれろそうすればわしがは 何でもしびさの思うままにするだ。針が割りたければ一生涯針を割っているがいい。医師の分までわしが野良を稼ぐだから。なあ。お民はしびすけの肩へ手をかけた。分かっただお民さ。しびすけはきっとうなずいて。だが。 おらにはまたおらで考えがあるだ。勝つはずのねえおらがどうして5人まで立派なお侍衆に勝っただかそれだけでもおら知りてえと思っているだ。侍になっても医師との約束を保護にはしねえ。何にも言わずに黙って待っていてくれろ。それでもいや。 ももう何も言う何言な一度思い立ったらやり遂げねばすまねえ気象だお民もそれを承知で今日まで待っていてくれたでねえかどんなにいめても今は無駄だおらを信じてもうしばらく見ていてくれろお民はしびすけの肩から手を離した分かっただか おたはこっくりとうなずいしびすけはちらっと辺りを見回すとたくましい腕を伸ばしてひしとおたみを抱き寄せたおたみしびさおたみの熱い息吹が闇をかすかに震わせて消えたかくて間もなくしびすけは 五十国をもって私文に取り立てられ村の名を取って姓を西本寺と称し名はしびすけ城下馬場下に家をもらって移り住んだ何しろ三政から直々に試合止めを申し渡されたというので家中は大変な評判どんな勇士か一度会ってみようと訪ねてくる者が日に三人五人とある ところが会ってみると有姿どころか挨拶もろくろくできぬ田舎者憲法の話などを仕掛けても何一つ知らず珍しき末物斬りをなさると伺いましたが本当に針を終わりなさるかな聞くものがあっても「へえほんのいたずらでねにやにや笑っていて要領を得ない」。 はじめのうちは、家中に聞こえた武士を三名まで打ち倒した、という事実があるので、みんなとにかく一目置いていたが、それも長いことではなかった。ご覧なさい、バカ天狗が通ります。バカ天狗とは何でござるなあれ、あそこを通る勇士、しびすけとかいう百姓のせがれでござる。<laughs> いやこれはよく申されたまさにその通りあれはバカ天狗に相違ござらぬ確かにバカ天狗たちまちあだ名が広まってしまった当のしびすけはそんな噂を聞くや聞かずや好んで人とも往来せず暇さえあれば庭へ出て針の据え物切りだったそんな時に生垣の外から いたずざかりの悪道どもがのぞいて「いやあまたバカ天狗が針を割りよるぞ」「針を割って薪きにするんか」「我れはせぬから薪きにもなるまい」いや「やあバカ天狗バカ天狗。口をそろえてはやしたてるがしびすけは石のように感じないじっと針をねめおろしながら」 少しは見えてきたかな。一人つぶやいている。こうして年が暮れた。やがて春が来て、栗谷の花もようやく盛りの頃。ある日所要あってブラッと家を出たしびすけ。心よい春の日を浴びながら、大工町筋へ差し掛かると、向こうにわいわい人だかりがしている。なんだろうと近寄ってみると、 道の真ん中に一人の河原家商人が土下座をしている前で二人の武士が肩を怒らして何やら罵り立てている「どうしたわけか?」と聞くと見物の一人が気の毒そうに声を潜めて「あの河原家売りが通りがかりに荷物の端をお侍様の袖に突っかけたそうで」 お侍様はええらく怒って、二をけ返した上、屋敷へ連れて行って切り捨てると、あの通り怒鳴り立ててござらっしゃるので。なるほどそこには、あきんどの二がひっくり返って、ら家が粉みじんに砕け散っている。さあ立て、盾、盾と申すに。しぶといやつ、盾というに立たぬか。 一人の武士がんどの襟紙をつかんでひったてようとした時それへしびすけが出てきたまちょっくらまたしゃれなんだ振り返るとぬっと立っているしびすけなりは侍だが物腰格好どことなく間の抜けたありさまんだ何か用かええ おらはへえ通りがかりのものでよくは知らねえだが、商人が無礼をしたとか、屋敷へ連れていかっしゃると聞いたで、及ばずながら、はあ、止めに入りやした。おらが商人になりかわってわびるだ。どうか勘弁してやってくらっしゃれ。気こうがこやつになりかわる。おもしろい。 つかんでいた襟紙を話して一人が振り返った「須町人を切ったとて手柄にならぬ」「見たところ大小を帯びておれば貴公まさか黙って切られもすまい尋常に勝負をしよう」「そうだこの場に置いて勝負しよう」別の武士も意気込んで刀の使い手をかけたそりゃせっかくだが ダメでガス「何何が駄目だ?」「勝負をしてはやまやまだがほらお殿様から立ち会いを禁じられているだ。お殿様の仰せつけに背くは恐れ多い込んだで勝負することはなんねそのかわりお前様らの言うように詫び事をするからそれで勘弁してくらっしゃれ。 殿から試合禁止と聞いて2人の侍が顔を見合わせた「聞こう生命は西本寺しびすけと申しやんす」「ああバカ天狗」と思わず1人がつぶやく改めて顔を見合わせた2人何やら目顔でうなずき合っていたが「しからば西本寺殿 ご上位で勝負がならんとあれば是非もござらん。格別の我慢をもって我らほかに望みをいたそう。どうすればいいだか我ら両名にて貴公の頭を五つずつ殴る。それにてこの町人を許して使わそう。おらの頭を殴るだけで済むかねそりゃありがてえこんだ。 殴られますべにやっと笑ったしびすけ大灯を取って膝へピタリとその場へ座ってしまった「よいか?」と歩み寄る一人しびすけが「いや」とうなずく途端に拳が「空」に踊ってはっしと横瓶へ来た「うん」とこらえるしびすけ 続けて一つ、また一つ、力任せに五つ殴りつけると、代わって別のが同じ横面を容赦もなく殴り飛ばした。しびすけはまるで石仏、眉も動かさず、目前と短ざしている。それを見るより、これはおまけだと、わめきざま足を上げて肩を蹴った。ふいをくらってばったり横へ倒れるところへ、 もう一人がペットつばを仕掛けて「どん白書分際を知れ!」と罵ったその刹那カッと目を開いたしびすけ空うをにらんでひと言「分かったこれだ!」うめくように叫ぶとパッと立つなり駆け出したどぎもを抜かれた一度、いや バカ天狗の気が狂った。わーっと騒ぎ立ったがしびすけはそんなことにお構いなく宙を飛んで家へ帰った家に帰るとくるり裸になる井戸端へ出て頭から水をザブリザブリと二三十杯ばかりかぶったそれが済むと手早く支度を改めて庭先へ例の据え物切りの用意である 用意ができると刀を握って進むそのまましばらく名目して心機を沈め呼吸を整えていたがしびすけやおら刀を大冗談に振りかぶった不思議や腹の底に満ちあふれてくる力五体にみなぎる活発たる気迫かつて覚えたことのない晴れきった気持ちだカッ も避けよと切り下ろす。刃の下に見事縫い針は二つに切り割られた刀を引いたしびすけややしばらくじっとこれを見守っていたが割ったとうとう針を割ったうめくようにつぶやくすぐに用意の二の針を立てた 十分に呼吸を測って切り下ろす。誤たず、これも真っ二つだ。続けて三の針。これでよい。三の針を切り割ると同時に、しびすけは、からり白人を投げ出した。今日まで切れなかったのは、針を割ろうという執念が邪魔をしていたのだ。 さっき、河原家売りの難儀を買って出て、乱暴者の拳に打たれたとき、自分の心には、利欲も妙門もなかった。力任せに殴られたが、不思議に少しも痛くない。果てなと考えた刹那。肩を蹴られて、分罪を知れと罵られた。あの声で、はっと目が開いたのだ。 を知れ、「これだ」。しびすけはいくとも一人うなずいた。「文在を知れば心に執念も利欲もない。針を割るごときはすでに末の末である。もうこれで十分だ。しびすけはにっこり笑って座敷へ上がった。 あれ、しびさでねえかふいに眼前へ現れたしびすけを見ておたみは目をいっぱいに見張りながら叫んだオラだよこれを見てくれろしびすけはニコニコ笑いながら泥まみれの野良ぎの袖を自慢そうにたたいてみせたあれば、まあ、それで医者どうするだか お民は訳が分からぬという顔だほら針を切り割っただそれでお民さとの約束を果たすべえとてやってきただええー、婚礼の式なんぞはいつでもやるがよいほらたった今から長もんどのがの婿だほ本当だか 本当だかしびさ。嘘か本当か見るがいい。それその鍬をこっちへかせよ。これからこの土地全部を稲葉切ってのジョージにしてみせるだぞ。それがおらの婿引きでよ。<laughs> まあ嬉しいだ。しびさ。もうこれからは死んでも話さねえだぞ。 湧き上がる喜びを抑えかねてお民は思わずしびすけにすがりついた「どうりゃおらの仕事ぶりを見せべえか?」はれ上がった瞬日のもとにしびすけは大きくくわを振り上げるのだった「しびすけ退散」と聞いた三ツ政は「よがはじめより考えていたとおりであったよいよい。 捨ておけと言ったっきりかくてそれから三年の月日が流れ去った野回りに出た三政処方を巡視して古市村へ差し掛かると不意に百姓長左衛門の家へ立ち寄ったお目通りを許されるとあって長左衛門娘お民婿しびすけそれに 孫の五郎太とこの余命の者が御前へまかり出た余命がはるかに下がって平腹するのを見て「しびすけ久方ぶりであったな」と三成が声をかけた「はっあの説はその方を何も申さずに立ち退いたがかねての本願は達したであろうな」 しびすけは静かに表を上げて答えたお尋ねにより申し上げまする私方の頼りはんあたり米十二票を取り入れいたします芋は近頃どうやら五両内での粒ぞろいと名を取りましてござりますまた大豆は年々五十石止まりのところ 同じ旗面にて九十国まで巻き上げました。本願を達したとまでは申せませぬが、今二三年もすれば、どうやら半人前の百姓にはなれようかと存じまする。あっぱれ、よくぞ申した。三政は膝を打って、本願成就と聞けば、定めし、 針を割ったことを申すであろうと存じたが収穫の自慢をいたすところまことの極意を得得した証拠だ。三政満足に思うぞ。恐れ入りまする。単当たり十二票とはさすがにやるのう。末物に針を切り割った剣道の極意を農事に移して。 かほどまでに役立てる長左衛門とやらよき婿をもって家宝じゃな。へい長左衛門の目からハラハラと熱い涙が落ちた。三ツ政は初めて後ろに控えているサブリ伊十郎岡田仁五兵衛はじめ家臣一同に向かっていった 今こそ話してもよかろう。はじめ、しびすけが上中で試合に勝ったのは、技の優劣ではない、針を割ろうという激しい執念だ。もちろん、据え物に針を切るなどということは、古今に聞かぬ例で、見事にこれをやってのけたしびすけは非凡なものである。しかし、針を割った刹那、 執念の迷いから覚めて、本然と村へ帰ったことは、それにもまして非凡と言わなければなるまい。世は初めて馬場での試合を見たときから、今日の来るであろうことを推察していたのだ。世の未熟な推察が外れなかったことは、世にとっても、領分にとっても、実に幸運であったと思う。 一人の百姓しびすけは百人の西本寺しびすけよりも尊い国の宝であろう。言い終えた三つ政の目にはいつか温かいものが光っていた。これ以上何も語るには及ぶまい。しびすけの一家は三つ政が頬を移された後も稲葉に残っていて栄えたという。